写真をブログ書いておりまして、河野太郎の父親の会社でですね、弟が社長をやっている日本端子という会社があるんですけれども、もちろん河野太郎も大株主になっておりまして、中国のソーラーパネル関係でそれの周辺の部品を作ってですね、儲かってるらしいんですよ。ですんで私はこの一族ぐるみ中国共産党の犬とブログで書いちゃいまして、そしたらですね、河野太郎デジタル大臣から内容証明が届きまして、記事を削除しろと、で私に謝れと、こういう内容証明が届いてしまいました。弁護士事務所から内容証明が届けば一般の方はビビりますよね。私の顧問弁護士さんに頼んでですね、訴えるなら訴えろっていうお手紙を出しておいたんですけれども、これこうしろってただの命令じゃないですか。一方的に大臣だから議員だからって一般人の私に命令していいもんでしょうか。言論弾圧ですよね。河野太郎総理大臣にすべきじゃないと思います。河野太郎のような傲慢な大臣の立場で一般人を内容証明で脅すような卑劣な男は総理大臣になるべきではないと思います。